私も現在36歳で小学生3人の子育てをしている母親の一人、皆さんと同じ一般の市民の一人です。私も今この活動を始めて4ヶ月目です。マイクを持ってこのような高いところからお話をさせていただいてはおりますが、ほんの数ヶ月前までは皆さんと同じ聞き手側にいた普通のどこにでもいる共働き世帯の、私は看護師をしておりますが、普通の母親の一人、参政党はそんな一般の国民が今の政治に対してこのままでは日本がダメになってしまうのではと強い危機感を持ったメンバーがこのような政治の活動を行っております。私もですね、3人の子供を育てながら、自分の子供が小さかった頃、ハロウィンのイベント、子供たち仮装をさせてですね、幼稚園のイベント参加して子育てしてまいりました。子供が3人いるので、やっぱり自分の子供大事に育てたい。まだ今小学校中学年高学年ですので、これからの将来どんな学校に入ってどんな大人になるのかと、どうすれば子供たちの環境を守っていけるのかと、いろんなことを考えて暮らしております。ですが、子供たちの教育とか食のこととか、それなりにこだわって子育てはしてまいりましたが、今の日本の状況ですね、多くの皆さんがもう関心を持たない、選挙なんか行っても意味がないと思っておられる方たくさんいらっしゃるかもしれませんが、子供たちの将来のことを考えるように、誰かが日本の未来のことを考えなければ、私たちの日本、本当にダメになってしまうかもしれないと。それは参政党だけではなくて、本屋さんに行って本を見てもですね、たくさんあるんですね。日本が沈没するとか、日本がなくなる日とか、たくさん書籍としてももう出されていますし、いろんな評論家の方、たくさん日本が危ないよっていうことを発信はされています。ですが、一番皆さんが目にするテレビや新聞、ラジオといったそのようなメディアがですね、日本の今の危機的状況、世界的な立場から日本がどのような位置づけにあるのかということもですね、発信している場がほとんどないというのが現実です。だからこそ私たち参政党は、そのようなテレビのメディア、マスコミが報道しないような日本の今の現実を、このような駅頭の演説を通じて、一人でも多くの皆さんに、一般の国民が築いた、メンバーが集まって作ったこの参政党を、一人でも多くの皆さんに知っていただきたいと、毎日毎日日本全国、ここだけではありません。いろんな駅で、私は新宿区と千代田区が担当ですので、昨日も新宿区や千代田区でこのような活動を行っておりました。そんな感じでですね、日本全国いろんな場所で大々色の旗を掲げてこのような活動を行っております。昨日も四ツ谷でこの活動を行っておりますと、一人の方に声をかけられてお話をさせていただきました。日本の今の選挙制度がおかしいと。小選挙区制度、私は新宿区と千代田の担当で、そこから声を上げておりますが、このエリアごとにですね、選挙区があって、そこから政党から国政政党として立ち上がったメンバーが国政選挙には参加することができると。その選挙区の中でしか私たち、国の話、国会で私たち国民全員のルール、仕組み、税金の使い道、いろんなことを話し合う国のリーダーを選ぶ選挙なのに、その区域の中でしか人を選ぶことができない。その中でしか選ぶことができない。そして多くの皆さんが、今の与党、自民党がやっぱり日本を引っ張ってきてくれたから、その人たちに一票を託していれば、日本はきっと良くなるのではないかと。野党に入れても結局日本変わることないんじゃないのかなと思って、与党を選ぶという選択を多くの皆さんがされてきたかと思います。だけども、その与党に投票しても、もう今30年間日本が変わっていない現実ありますよね。
多くの皆さんが政治に対して諦めてしまったのって、この30年間私たちの暮らし何にも良くなってないという現実を皆さんがご存知だからこそ、もう投票行っても意味がないと、政治のことなんか考えても意味がないと、私と同じ世代よりももっと先輩の皆さん、私の親世代、おじいちゃんおばあちゃんの世代の皆さんが諦めてしまったから、投票率どん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 下がっていってしまっているのではないのでしょうか。その昨日お話しかけてくださった、選挙制度おかしいんじゃないのかとお話しかけてくださった方もですね、参政党に日本の未来がかかっているとお話ししてくださいました。それはなぜか、そのような国の仕組み、選挙制度であっても、そういうことを根本的に日本の今のおかしさを変えていける政党って参政党しかないんだよと言ってくださったんです。それはなぜか、今の既存の政党団体、国政政党10個あるんですが、どこの政党も本当に根本的に日本のおかしさに対しておかしいと声を上げれる政党がありません。10個も政党あるんですが、参政党以外どこも特定の利権団体、宗教団体、企業が絡んでいて、言いたいこと言えないんですよ。国会でおかしいことおかしいって言えないんですよ。声を上げれば潰されるんです。そうやって今の与党も野党も国会の中では何かこう言い合って国を良くするための議論してくれてるような場面がニュースでは放映されますが、結果として議論になっていない、長いものに巻かれる、そんな政治が私たちの国のリーダー、国会の中でずっと行われています。そこをなんとか打破したい、ずっとずっと私たちも一票を託してきたんです。だけど何にも変わらなかったから、この参政党という新しい政党を2020年に結成いたしました。我々は選挙の前だけこのような活動を通して参政党に一票くださいと、そんな安っぽいことを言うような政党ではございません。今の日本の既存の政治で何にも変わってこなかった、そしていろんな書籍やいろんなインターネットの中で日本が危ないと、危機的状況にあるということが発信される中、既存の政党では何にも変わらなかったから、投票したい党がないから、ゼロから自分たちで作った、それがこの参政党です。日本というこの今の現実、歴史的転換期にあると言われています。日本という国が10年後には日本区になってしまうかもしれない、そんな未来が予測できる、それは私たち政治を自分事として、子どもたちの未来のことを考えるように、日本の未来についても考えなきゃいけないんだなっていうことに気づいたから、私たちこのような駅頭の演説を通じて皆様に発信しております。つい数ヶ月前までは私も皆さんと同じ側にいた人間です。小学生3人の子育てをしている、普通のどこにでもいる共働きの世帯のお母さんの一人です。そんな普通のどこにでもいる人たちが作ったこの参政党だからこそ、選挙制度ももしかしたら変えれるかもしれない、日本の仕組みを根本的に変えれるかもしれないという、そんな希望の小さな小さな光ではあるけれども、そのような政治団体があるということを一人でも多くの皆さんに知っていただきたい。参政党の活動を知ってくださった皆様からは、日本を変えれるのは参政党しかないと応援してくださっている方がたくさん増えてきています。だけれども、その声を本当に国会に届けて仕組みを変えていくためには、一人でも多くの皆さんに参政党のことを知っていただいて、参政党の応援をしていただかなければなりません。我々参政党は日本という国を本当に根本から、自分たち日本人の手で日本の歴史や文化を守り、伝統を守り、大和魂を引き継いでいかなければならないと強く考えております。我々参政党、いろんな駅でこのような活動を行っております。ここだけではありません。皆さんが今からお出かけの駅でも
もしかしたら橙色の旗が上がっていてお話ししている場面あるかもしれません。もしそのような場面見かけられましたら、既存の政党とは違う日本人を守るための政治を日本人が行うんだ、国民が行うんだと声を上げているこの参政党の活動、ぜひ皆様耳だけでも傾けていただけますと私たちとっても嬉しいです。私は東京一区国政改革委員吉川里奈と申します。新宿区千代田区から、そして東京都、日本全国のお父さんお母さん子供たちを大切に思う気持ちを、一人でも多くの皆さんが日本を大切に思う気持ちにつなげていけるように活動してまいります。この参政党の活動をぜひ皆様知ってください。そしてみんなで日本を日本人の手の中に政治を取り戻しましょう。